時松隆光です。現チャンネルの時間がやってまいりました。本日のご質問をお願いいたします。バンカーでボールが目玉になってしまっている時の打ち方を教えてください。はい、目玉ですね。はい、わかりました。でいくつか、ご紹介したいと思います。目玉になってます。気持ちとしてはこうピンに寄せるっていうよりはまずこのバンカーから脱出するっていうのが非常に大事ですので、まずはそこを考えます。で、僕はあまりフェースはもうノーマル、まあ、ちょっと開くぐらい、結構これ閉じる方多いと思うんですけど、僕はあの深堀圭一郎プロ の雑誌のレッスンで目玉の時はフェース面はちょっと開き気味っていう雑誌を見て、そこからずっとフェース面は目玉の時は開きます。でもうイメージとしては当たって当たってクラブをちょっともう引くような感じです。イメージ的にはこういう感じで打ちます。するとこう圧力がより伝わるんで、こうなんていうんですかね、まあボールと砂を爆発してボールも外に出やすくなるっていう、そういうイメージなので、ちょっと一回打ってみます。まずは寄せるっていうよりこのバンカーから脱出するっていうのをまず考えて、ノーマルの普通のバンカーよりはもう爆発力をすごい使いたいので、もう上からしっかり叩き込んで引くような感じで、もうっていう感じで爆発させて、ボールをうまくこうバンカーから出るようにっていうのを、いつも僕は心がけてやってるので、ぜひ参考にしてみてください。以上、現チャンネルでした。